ほーら、主演男優ダイリー、こんなところでセリフの練習か。あなたは私から私の肉体と意識を奪っていったわ。でもそれで全てと思わない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の肉体と意識を奪い取ったの。でもまだ残されていたものは一つだけ。私の存在、あなたはわざと残していったんでしょう。存在だって手に入れようと思えばできたのに。もうセリフは入ってるだろ。演技入れていかないと覚えていけないよ。正直に答えて、なぜ残していったの。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。聞こえる。でも、もうちょっとこのままで。でも、僕の見間違いかもしれないし。見た。見たのかもしれないけど、怖いっていうことだけが一番印象に残ってて。でも、何か気になるの。のような気もするんだけど、でも思い出せないの。悔しいけど。やっぱりそう思う？守ってくれるの？鼻血出して倒れても？それはちょっと嫌だな。ありがとう。喋ったらすっきりしちゃった。もう大丈夫。ぐっすり眠れそう。え、どうすればいい？わかった。正直に答えて。なぜ残していったの？存在も、僕がここにいるってわかるの？必要な存在。アドリブにしてはできすぎだね。で、この脚本では次はどうなるの？なんか主人公に都合のいいシナリオだな。誰かいる！